当初のウォールキルバレー鉄道線、モンゴメリーからキングストンまで、ローゼンデールトレッスル橋は、アメリカ合衆国ニューヨーク州にある長さ290メートルの連続トラス橋である。アルスター郡ローゼンデールの街中にある、小集落、ローゼンデールビレッジにある。当初は、ウォールキルバレー鉄道がその路線を、ニュープラッツからキングストンまで伸ばすために建設した。 ロンダウトクリークの頭上高さが46メートルあり、ニューヨーク修道213号線と、元デラウェアハドソン運河もまたいでいる。トレッスル橋の建設は1870年後半に始まり、1872年初期まで続いた。1872年4月6日に、鉄道用に開通し、当時アメリカ合衆国では最も背の高い、景観橋だった。 この橋は、その安定性に関する世間の心配に対応するために、1895年に、キングブリッジカンパニーによって再建され、その存在期間を通じて何度も補強されてきた。橋の丈夫さに関する関心は、その開通以来続いており、コンレールが1977年にウォールキル・バレー線を閉鎖した、その大きな理由だった。コンレールは、 敗戦後の1986年に、ある実業家に1ドルでこの橋を売却した。その実業家は1990年代にこの橋をバンジージャンプの飛び降り台として運営しようとしたが、うまくいかなかった。その後の10年間も似たような試みが続いた。2009年、アルスター軍が、滞納税金の代わりにこの橋を差し押さえ、 ウォールキルバレー配線遊歩道を通す歩道橋として改修した。現在は床の板張りや手すりが橋を越えて続いている。北にあるビネウォーター道路沿いの駐車場から約400メートルで行くことができる。2013年6月29日に開通式を行い一般に開放された。最初に建設された鉄道橋。 1895年の再建前の写真1870年、ウォールキルバレー鉄道がモンゴメリーとニュープラッツの間で列車を運行しており、ウォールキル川を渡すために、スプリングタウン道路のローゼンレールの南に全長413フィートの橋を建設し始めた。スプリングタウン橋は1871年までに完成し、鉄道はローゼンレール町まで開通した。 ローゼンデール町は1869年5月13日に92,800ドルの町債を発行し、鉄道の町を通る部分の建設費用に充てることにした。橋の建設は難しく、現代の標準からすれば弱いと思われるが、当時としては注目すべきものであり、ウォールキルバレー鉄道線の最も荘厳な部分と考えられる。 橋の橋台の建設は1870年8月に AL ドルビーカンパニーが始めたが、上部構造物はワストンマニファクチャリングカンパニーが担当しており、掘削の間に流砂の問題が出たために工事開始は翌年になった。上部構造物の一部はニュージャージー州パターソンで製作された。この橋は当初連鉄製の景観7つがあり、他に 木製の景観が2つあった。長い型の景観は、それぞれ32メートルあった。橋の建設費は25万ドルだった。ポストトラスの設計法によっていた。おおよそ910トンの鉄と990立方メートルの木材が使われた。1872年1月に観光した時、アメリカ合衆国の中で最も背の高い橋になった。その高さゆえに、 恐怖を覚えるようなものなしに初めて渡るのはできそうにないものだった。この橋によって鉄道は北のキングストンまで伸ばされた。橋の下を歩く二人の夫人が描かれた絵。死者の通り道と呼ばれた1872年4月6日、5000人が参加した式で橋は開通した。参加者にはアルスター軍、オレンジ軍、ダッチェス軍の著名人が含まれていた。 その中に1825年にデラウェアハドソン運河の工事で働いた西のジェームズ・ S ・ス・マッケンティがいた。同志は運河を通る最初の2船の通行とそれを越える橋を最初に通る列車の双方を目にした唯一の人物だった。4から4から0蒸気機関車が有害者5両と客車2両を引いて開通運行を行った。多くの観客は 橋の強度を疑い、列車の重みで崩壊するものと思った。橋は重圧に影響されないように見えたので、第2便、第3便と次第に多くの人々が乗って橋を渡った。AL ドルビーカンパニーが橋とキングストンの間の線路敷設の工事を受けた。キングストンユニオン駅には1872年11月に伸びた。この時までに列車がキングストンまで往復とも、 定期運行されるようになっていた1885年までに橋の支持部分は補強され、全路は後期から標準期に変更された。1888年、ウォールキルバレー鉄道は、ローゼンレール町から橋の下の道路の交通を工事が妨げないという条件で橋を支える橋台を建設し維持する許可を得た。同年、デラウェアハドソン運河から、 橋の修繕のために筋替を置く目的で、ロンダートクリーク棒にある運河の資産のいくつかを一時的に使用する許可を得た。橋の下の水路は危険性を持っていた。死者の通り道と呼ばれているように多くのものがそこで溺れていた。ここでは幽霊が出現したという報告もあり、特に白い犬の話だった。元ラウェアハドソン運河とロンダートクリークの上に、 かかる橋1895年と1896年、橋はキングブリッジカンパニーによって再度建設された。工事中も使用は続けられていた。この橋は、まだ前の橋の残っていた1880年代と1890年代に、キングブリッジカンパニーのカタログに載っていた唯一の鉄道橋だった。この改築で、橋の構造材は、鉄から鉄鋼に変わり、 その強度に関する大衆の心配を軽減することになった。この橋の高さは1879年にイギリスで起きた鉄道橋の崩壊事故を想起させるものがあった。鉱材はカーネギースティールカンパニーから供給された。この改築で橋脚の高さが8フィート上がり、橋はまっすぐにされた。最初の橋は南端でカーブしている部分があった。 北側の景観の一つは1896年2月に完成し、全工事は6月までに完成した。景観の配置は1872年の橋と同じにされた。その掛け替え後、1899年12月26日に起きた近くのローゼンデールセメント採石場の大規模崩落の衝撃でも影響を受けなかった。ただし、 その崩落の前に近くで起きていたボイラー爆発の時は揺れた。この橋の掛け替えから最終的な閉鎖の時まで旅客は橋に関する心配を持ったままだった。橋の上の車両の速度、重量、位置が監視され、現代の鉄道輸送の重くなる荷重に耐えるために繰り返し補強された。1940年代、蒸気機関車が重い貨物を運んで橋を通り、 橋の西側のキャットウォークが振動した。1975年までに鉄道が老化して連邦政府がこの橋を通るときは時速8マイルまでを認める規制をするほどになった。ただし機関士は時速5マイルまでしか出さなかった。橋の健全さ、特に橋脚の安定性は1977年に当時所有者だったコンレールがウォールキルバレー鉄道を廃線にする決断をする。 根拠になった。再開された橋を歩くハイカーコンレールは1983年にはすでにこの橋に対する入札を始めていた。最初にローゼンレール町に買い取りの提案があったが、法的責任を受け入れたくなかった町がこれを断った。1986年、コンレールはこの橋とオールキルバレー鉄道線1 8 5トルを個人実業家ジョン・ラールに 売価1ドルで売却した。ラールは橋と鉄路の所有権を1986年7月11日に取得した。ラールが買収した範囲にはローゼンデール町の小集落ビネウォーターにある鉄道駅も含まれていた。この駅はビネウォーター歴史地区に属していた。ローゼンデール町の家屋所有者協会がラールより前にこれらの資産をやはり1ドルで買収しようとしたが、 コンレールがその申し出を蹴っていた。ラールは1948年頃にワシントンビルで生まれており建設労働者、自動車整備士だった。ラールは橋の近くの倉庫を転用した家に住んだ。その倉庫のサポートビームは以前に橋の足場に使われていたものだった。ラールがその線路を購入した理由は当初線路沿いで食堂車レストランを開業し、キングストンから橋まで 観光列車を走らせることだった。その買収で、ウォールキルバレー鉄道の運行を再開する権利を与えられたと主張していた。線路はコンデールとの共同所有だと考えていた。運行再開の計画は、結局、うまくいかなかった。ラールは、買収から1年も経たないうちに、資産の11エーカーを住宅開発業者に売却した。 1689年5月16日、嵐のためにビネーワウォーター駅が大きな損傷を受け、その一部が外れて道路に落下した。この建物は、その後、ローゼンデール町道路部によって解体された。橋の上からの眺め、左がジョッペンバーグ山、中央はニューヨーク州道213号線、右はロンダウトクリーク1989年から1991年。 ラールは橋の南半分に板と手すりを加え一般公開した。この橋からバンジージャンプを行うことを認めていたが、1992年1月、裁判所が用途指定に違反していると裁定した。ある人物は紐で拘束することなしに橋からバンジージャンプを行おうとした。1999年半ばの火災で橋は軽い損傷を受けたが、 同年の9月までには補修された。バンジージャンプや熱気球を行う会社を運営していた企業家のダグラス・ヘイズが2003年と2004年にバンジージャンプの興行を行うために特例許可を得ようとした。ヘイズの提案について校長会が開かれている間に軍政委員会が近所の住民が橋から飛び降りる人の叫び声を 繰り返し聞くことになるその音をシミュレーションして騒ぎ始めた。ラールが資産税の3年分13,716ドルを滞納した後、アルスター軍は2009年4月15日、資産63.34エーカーのすべてを差し押さえた。ウォールキル・バレート地信託と開放空間保存機関がこの資産を購入することを申し出、軍は7月にその売却を承認した。 この売買は2009年8月下旬に成立した。土地信託は完全な所有権を得る前に残っている、税金すべてを支払い、土地はウォールキルバレーレールトレールに付加することに合意した。橋の所有権はウォールキルバレーレールトレール協会に移転された。橋の点検を行うバーグマン協会の技師2010年後半、バーグマン協会の技術的な点検が行われた後、 橋は修復のために2010年6月に一旦閉鎖された。バーグマン協会はポキープシー橋の歩行橋への転換前に点検を行っていた。橋の修復費用は当初75万ドルと見積もられ、2011年初期に工事を始めて後期は12ヶ月と想定されていた。ニューヨーク州公園レクリエーション歴史保存局が その回収のために15万ドルを拠出した。2010年11月までに民間人の寄付、その他の寄付で30万ドルが集められた。2010年が終わるまでに10.5ショートトン以上のタイヤがレールトレールのローゼンデール部分から除去された。歩道の表面は木材プラスチック複合材を使い、ボランティアが取り付けた。2011年2月17日。 バーグマン協会の従業員が使われなくなった鉄道橋の適応型再利用に関するセミナーでケーススタデイの題材に利用した。2011年3月下旬までに橋の回収費用見積もり額は110万ドルに高騰しており、後期は2年間に修正された。2008年時点の橋の北半分、デッキや ガードレールもない状態新たに回収費用50万ドルを集める運動が2011年3月27日に始められた。6月30日までに5万ドルが集められた。橋を渡していた光ファイバーケーブルの使用量について、ジョン・イー・ラールがニューヨーク電話会社に対して起こしていた2009年の訴訟2件はバーモント州とニューヨーク州の2つの下級裁判所から棄却された。 2011年11月18日、アメリカ合衆国第二巡回控訴裁判所がラールの控訴を棄却した。2011年7月時点で橋の所有権に関するジョン・ラールの起こした訴訟は第二巡回裁判所で保留とされていた。ラールは軍ではなく州のみが橋を押収する権利があると主張して自分の所有権が残っていると主張した。 この根拠は19世紀の著名な法律原理の下で、鉄道に与えられた解釈であり、現代の法学者たちは長く忘れていたものだった。この橋は、多くのピクニックやバーベキューが行われる場所となり、少なくとも1回、結婚式が行われた。2012年6月下旬、工事業者が橋に新しい手すりの溶接取り付けを、はじめ、歩道の開通に備えて、その他の準備を行った。 2013年6月29日、近くのウィーローキルン公園で橋を一般公開する記念行事が行われた。橋は鉄道が廃線になって以来初めて完全に一般向けに再開通され、ウォールキルバレーレールトレイルのガーディナーからキングストンまで 39km が開通した。ありがとうございます。